Hey guys、 月夜がチューブの月です。月ズヘルスウィークの今週は1週間で背中を引き締めるビューティーバックチャレンジを行います。月夜がクラブオンラインヨガコミュニティでは朝のライブレッスンでみんなとチャレンジを行ってます。詳しくは下の概要欄をチェックしてみてください。背中のトレーニングは後ろ姿が綺麗になるだけでなく姿勢改善、不調解消、二の腕の引き締めにも効果的です。2日目は初心者向けエクササイズを行います。一緒に頑張りましょう。まずは四つん這いの姿勢になり、 Day 1のおさらいの動きを一つ行います。肩甲骨プッシュアップ、背中をぐっと寄せて、寄せた背中を伸ばして繰り返します。あと5回。ラスト、フラットに戻しましょう。今度はうつ伏せになり、ベイビーコブラのポーズです。両手肩の下について、脇を締め、肘を体に沿わせます。肩甲骨を寄せながら吸う呼吸で胸を前に見せていく。吐いて下ろします。肩甲骨を寄せる力で背中の筋肉を使って体を起こしましょう。5回繰り返します。肩を後ろに引いて首の長さを保ちます。最後に手のひらを浮かせてホールドしましょう。肘が外側に開かないように注意して、 3, 2, 1, release。 次は四つん這いの体勢になります。片足を後ろに引いて、反対の手を後頭部に、胸のオープンクローズ、吸い気で肘を天井方向に引き上げ、吐きながら下に下ろします。胸を開き、肩甲骨を伸ばす。5回ずつ繰り返します。マットについた手でしっかりと体を押し上げて、ラスト。手と足を入れ替えて反対側も5回繰り返します。四つん這いで手首が痛くなる人はマットを丸めたり、手首の下にタオルを引きましょう。次は四つん這いのまま片手ローイング、ワンハンドローです。片手10回ずつ、肩甲骨を寄せながら肘を後ろに引いていきます。常に首筋は長く、体が横に開かないようにおへそは下を向いたまま繰り返します。バランスが取れれば、戻すときに腕を伸ばしてあと5回繰り返します。手首をリリースして、もう一度肩の真下に手をつきます。反対の腕も同様に、肘で肩を後ろに引っ張るようなイメージです。吸
吸い気で肘を後ろ、吐いて下ろします。余裕があれば腕を伸ばしながら繰り返しましょう。あと5回。ラストポイント、2セット目はこのままか、余裕があれば足を伸ばしてプランクポーズでレベルアップ。少しスピードアップして動きましょう。5 4 3 2 last one. Okay, it is. 反対側も同様に other side 10 more。5 4 3 2 last one。 一度チャイルドポーズでお休みしましょう。さあ最後の種目です。頑張りましょう。片足をお尻の高さまで引き上げて、反対の腕をまっすぐ前に伸ばします。ここから吸う息で手と足を上に持ち上げ、吐いて下ろしましょう。足のつま先を下に向けて、しっかりとお尻と肩の後ろ、背面を使います。上がるところまでゆっくり持ち上げましょう。最初はスローで5回。少しスピードアップして5回繰り返します。3 2 last one one more hold 3 2 1 release。反対、同じように足をお尻の高さまで引き上げて、反対の手を伸ばしましょう。まずはゆっくり5回。手と足が外側に開かないようにできるだけ真上に引き上げて、バランスを取りながら繰り返します。Speed up, 5 more. Five, four, three, two. Last one. One more, hard. Three, two, one, release. Beautiful job. 最後はチャイルドポーズでお休みしましょう。最後に3回深呼吸。から深く吸って優しく吐きながら下ろしましょう。両手を頭の上で合わせたら、吐きながら胸の中心へ。お疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございます。明日はさらにレベルアップ。普段は見
見えない背面ですが、努力の分だけ結果が現れやすいところです。明日も一緒に頑張りましょう。このチャレンジに参加できる人はぜひチャンネル登録と通知ボタンを忘れないようにしてください。All the